はいどうも皆さんこんにちは、つんつんです。今日なんですけれども、明日に KC カップを控えているということで、各汎用札の紹介および相性だったりだとか、環境デッキ相手の当て方だったりだとか、その辺について話していきたいなと思います。で、一応ここに書いていない汎用札の中でも、例えば怪獣だったりだとか、直接攻撃宣言時に手札から捨てて使える儀式のモンスターだったりだとか、クリカラだったりだとか、いろいろあると思うんですが、まあ一旦はこの7つに絞っていました。で、僕は全てのデッキを煮詰めているっていう風なわけではないので、まあおそらくこうであろうみたいなところとかも、憶測の部分も入ってきたりですとかしますので、あくまでも参考程度に聞いていただければ嬉しいなという風に思います。で、今回もラジオ動画となっておりますので、垂れ流し推奨になります。まあできるだけ画面を見なくても話がわかるようにやっていきたいなと思います。まず皆既日食なんですが、今の環境で皆既日食がかなり強いというふうに、まあ個人的にも思ってまして、で、実際に環境デッキ、特に環境上位に対しては有効札となり得るシチュエーションというのが非常に多いです。まず LL に対してですが、後手を取った時の皆既日食っていうのは相手の耐性を消したりだったりだとか、裏守備にするので、ロビンの効果を使わせなかったりだったりだとか、あとは、普通に裏側のまま除去したりだったりだとか、そういうふうなことができたりですとかする札になるので、後手を取ってもパフォーマンスを発揮でき、先行取った場合は、まあ、基本的にはモンスターが2体並んだタイミングで皆既日食の章を打つと、LL はスキルを使ってモンスター1体どかしてから、さらにもう1体召喚みたいな感じのことをしていかないといけなくなります。ただ、まあ、プラスもう1枚妨害札がないと、そこからエクシーズで繋げられてしまうので、例えば皆既日食に釣り天井を重ねがけるだったりだとか、まあ、何かしらの方法が必要になってきます。で、まあ、基本的には打つのは2体並んだタイミングで打つで問題ないです。で、ホーリーライトニングに対してなんですが、まず、ホーリーライトニングは、前盤面が基本的には、強い制圧モンスターっていうのはいないですので、後手を取った時の皆既日食の書っていうのは腐りがちです。まあ、強いて言うのであれば、グローリアスヘイローの素材にスローネが混じっていて、で、手札から自分がモンスター特殊召喚するみたいなので相手にドローさせたくないっていう風な意味合いで皆既日食打つぐらいですかね。で、じゃあ、こっちが先行取った時の皆既日食どうなのかっていうと、ホーリーライトニング3体並べてくれるシチュエーションっていうのは比較的多いかと思いますので、そのタイミングで皆既日食の章を打つのが強いです。ただ、2体エクシーズで攻められたりだったりだとか、トロイミアフェニックスや、ムーンだったりだとかのリンク体で踏まれたりだったりだとかすると、皆既日食の打ちどころっていうのがなくなってきてしまうので、まあ一定数の働きはできるんですが、実はホーリーライトニング側のプレイで、皆既日食っていうのは割とかわせたりだったりだとか、する部分も多いです。ただ、エクストラデッキが煮詰まっていない、まあ、皆既日食に強いエクストラデッキになっているかどうかっていうのが大事なので、そうじゃないのであれば3体並んだタイミングで皆既日食の章だったりだとかで、かなり、ロックをすることができると思います。で、バレットに関してなんですが、バレットはモンスターを並べてですね、バレルソードが立たないのであれば、モンスターを並べて、なんだろう、戦ってくるっていうシチュエーションとかも多いですので、まあ、皆既日食は使えます。で、あとは、フュリアスドラゴンだったりだとかに蓋をしたりだったりだとかで使えはするんですが、ただ、相手目線に致命傷になるかっていうと、ラピッドトリガーがあるので、融合ができるので、まあ、別に弱くはないけれども、みたいな感じですね。なんで、そんな感じの札となっております。で、クロノダイバーに関しては、クロノダイバーは基本的に前盤面の妨害がある程度担保されているので、皆既日食を食らうとかなりきついんですよ。ただ、まあ、上手いクロノダイバーっていうのは後ろにカウンタートラップを置いていると思うので、皆既日食プラス、何かみたいなのがないときついと思います。はい。で、ただ、こっち側が先行取った時の皆既日食ってめっちゃ強くて、クロノダイバーはレギュレーターに対して妨害を当てるだけでめちゃくちゃ強いんですよ。で、そのレギュレーターを皆既日食で裏にしておけば、
次の歌、そのまま、横展開をしてきたとしても、まあ、展開は知れているので、かなり有効です。なんで、まあ、後手を取った時は結構弾かれちゃってきつい部分もありますが、先行取った時は、かなり、効果的に働けるっていうことで、丸とさせていただいてます。で、サーバロンに関しては、正直、回帰日食1枚だったら、スキルを使って展開し直すこともされちゃいますし、展開終わった後だと、メインのモンスターがリンク隊になるので、回帰日食効かないので、罰です。で、戦闘機も同じく、メインのモンスターがリンク隊なので、回帰日食効きません。なので、この2体はそれだけで、2体というか、この2つのテーマはそれだけでも、かなり、価値は、評価は高いですね。で、シャドールに関しては、先行取った場合は、ネフィリム、エクストラモンスターゾーンにいるネフィリムだったりだとかに回帰日食を打つと、相手の状況次第なんですが、そのまま展開が、止まって、みたいなこともあるかもしれないです。で、あと、まあ、ミドラー立ってるところに回帰日食打ったらどうなんねんって、基本的にインカネーションだったりハウンドで、変えられてしまうのでくるんって。だからあんまり効かないんですよね。回帰日食は重ねかけないと効かないみたいなところがあります。で、さらに表側表示になっちゃうんで、セットしてるシャドールのリバース効果も使えちゃったりだったりだとかして、その辺もあんまり具合が良くないので、まあ、ここちょっと三角だったかなっていうふうに思うんですけれども、一応そんな感じですね。なんで、まあ、基本的に打つんであれば、もうミドラッシュが出てるタイミングで打つしかないみたいな感じのところはありますし、先行取っていたらエクストラモンスターゾーンにネヘリム出てきたらもう一枚融合を持っていないことにお祈りしてそこで打つっていうのもいいと思います。まあ融合を持ってるかどうかってなんとなくわかると思うんですよ。速攻魔法持ってるなーみたいなところとか、そういうので、判断していくのがいいと思います。で、融合持っててネヘリムにそこに裏にしてもしょうがないっていうんであれば、最後の最後で死なないために回帰日食を重ねるとかでもいいと思います。で、次時花なんですが、時花はですね、前提としてビシバール菌型を想定してます。で、ビシバール菌型なんですが、こっちが先行取った時は基本的に革命の時花ってフルールドサージから入らない限り回帰日食結構重いはずなんですよ。なので、強いと思います。もうモンスターが2体、ないし3体並んだタイミングで、まあ2体かな、基本的には。2体並んだタイミングで回帰日食打てるのであれば、打っちゃっていいと思います。はい。で、ただ、後手取った時は、ビシバール菌相手に回帰日食が割と無力になるので、なんとも言えないですね。結局これは対策が入っているかどうか、みたいなところになってきます。はい。リンクリボー入ってますか、トロイメアフェニックス入ってますかとか、そういったところになってきますし、トークンどかすことできますかみたいな話とかになってきます。なんで、まあ、ビシバール菌が流行るのであれば、例えばホーリーライトニングは、リンク帯に、トロイメアフェニックスとか入れると、スキルで1枚墓地に送って、トークンと光天使で、トロイメアフェニックス作って、みたいな感じで、盤面を開けたりとかすることができるので、まあ、ビシバール菌型は、まあ最初だけかな、いるのはっていうふうには思ってます、個人的には。で、次ダークフルードなんですが、ダークフルードはまあ言ってね、これもなんだろう、リンク体がメインなので回帰日食は基本的には効かないんですよ。ただそのリンク体につなげるまでの段階でこっち側が先行取ってる時ね、その時は相手がリンク以外のモンスターを結構並べたりとかしてくるんですよ。で、その時にその盤面を開けるカードがクロスワイプぐらいしかなくて、で、じゃあ、ディフェンサーをコストに、打つクロスワイプ強いかって言うと別にそんな強くないので、まあ、そういう意味で、回帰日食は一応ちょっとは役割あるって感じです。ただ、ここはちょっと三角だったかもなっていうふうに思ってます。っていう風な感じですね。なんでまとめると、回帰日食は融合体がメインのデッキだったり、リンク体がメインのデッキに対しては効力がちょっと薄いよといったところになります。で、次 DD クローなんですが、個人的には一番最初の蘇生、かなりの効果だったりだとかに合わせて DD クローがを打つのが強いと思います。で、セプスロに関しては正直打つところが死者蘇生の部分しかないんですよ。ただ死者蘇生が基本的に入ってきているので、相手はその DD クローは入ってない前提で死者蘇生絡めて
展開してくるみたいなこととかは全然あるので、その時は直撃します。ただそれ以外は全く効かないので三角にしてます。バレットに関しては、まあ状況次第なんですが、バルジを飛ばしたりだったりだとか、まあうまくいけば、融合をサーチするカードを飛ばしたりだったりだとか、まあレビオニアの光属性の供給を削ったりだったりだとか、そういうふうなことができたりですとかするので、まあディディクロは11交換の札としては結構いい、札になるかなと思います。まあ悪くないですね。全然。あとは破壊されたバレットを除外することで、リソースの供給を止めたりだったりだとかっていう風にも、使えるので、結構いいカードだと思います。クロノダイバーに対しては、まあ、墓地から出てくるベゼルシップに対してディディクローを当ててあげることによって、相手はリンク値1個、リンク値じゃないごめん、エクシーズモンスター1体、減るはずなので、単純にそれが強いです。はい、効果はあります。ただまあ2体エクシーズまでは立っちゃったりですとかするので、そこを超えれるかどうかみたいなところになってきますね。でサーバロンに関しては正直、ディディクロがバレている前提でいくと結構ケアれたりだったりだとかするんですけれども、まあハンド的にいやこれディディクロケアれないなみたいなところがあるんですよ。で、具体的には墓地にゲニウスロッキー1体しか落ちてない時にリンクさんのやつが出てきて、ゲニウスロッキー蘇生したいですっていう選んで蘇生なんですけど、1体しかいないんであればその1体を飛ばせば、そこで展開止まったりっていう時とかもあったりですとかしますし、なんかレベル2のやつで、レベル2だよね確か、墓地から除外することによって、リンク2をもう1体生やすみたいなカードがあるんですよ。シャドウだったような、サンシードシャドウだったっけな。そいつを飛ばしてあげると、強かったりとかします。なんで、正直ここはサーバロに関しては相手の手札次第なんですが、直撃することも結構あるので、いいかなと思います。ディディクロ自体は割と強いかなっていうふうに思います。あとはベンガランデスの蘇生を止めたりとかね、そういうのもできたりとかします。で、戦闘機に関してはカガリの回収効果をディディクロで一回止めるのが、実は戦闘機目線めちゃくちゃきついことがあって、きついんですよ。カガリに当てるっていう感じですかね、基本的には。で、次、シャドール。シャドールに関しては、ネフェリムとかを墓地に落とした時の効果で、ルークを回収したいですっていう風なシチュエーションだったりだとか、まあそういった時に、リリクルを打つって感じですね。で、トキハナに関しては、あくまでもこれは、ビシバール菌型を意識しているので、あれなんですけど、ビシバール菌型って、グローアップバルブ、墓地に落ちたやつを蘇生させなければビシバール菌まで繋がんないんですよ。なんで、グローアップバルブを除外してあげると相手はかなりきついです。てか、先行展開止まります。ダークフルドに関しては、まあ、これも結局、墓地から蘇生したいですって言ってくる、なんか銀色のやつなんだっけだったりだとか、サイバースウィッチの効果ところのところで止めたりだったりだとか、確かできるよね、あの辺だったりだとか、墓地から出たいですって言ってくるサイバースセージだったりだとか、その辺とかに対して当てれるところがあるので、まあ強いんですが、まああくまでもリソースちょっと削るっていうだけなので、相手の手札次第では貫通されることもあるかもしれないですが、まあ基本的には強いです。まあ、サイバースイージーだったりだとか、飛ばしたりだったりだとか、まあ、正直相手の手札によるんだよね。相手の手札によるんだけどっていう感じになります。で、次、ベーラー。ベーラーは、LL に対して渋いんですよ。三角にしてもいいぐらい。まあ、正直ね、効かないっす。はい。DD クローも LL に対して効かないシチュエーションあるんですけど、ベーラーの方がもっと効かないっすね。で、もう打つのは、体勢付与されてしまってからじゃ遅いので、もう一番最初の、茶色の鳥か、白のワグテールか、スパローかワグテールかな。まあ、どっちでもいいっす。はい。まあ、どっちでもいいな。うん。一応その、例えば、ホーリーライトニングだったら、トラップカードを、LL のトラップカードをサーチされたくないから、ワグテールに打った方がいいとか、っていうのあるんですよ。うん、まあ、ワグテールに打つかな、俺だったら。で、ホールライトニング。実は、ホールライトニングって、後ろをしっかり引きに行かなきゃいけないので、
サンタエクシーズしてグローリアスヘイローからドローしに行くっていう風な展開で後ろの妨害を構えていくっていう展開が非常に多いんですよ。でグローリアスヘイローに対してベーラーを打つとそれで相手が渋い反動っていうのもめちゃくちゃあるんで、そこに対して打つのは強いです。ただデルタテロスに対して打てないのでそこが弱いんですよね。なので、初動を潰すっていうことはできるんだけど、後手で妨害としてのベーラーは正直あんまり機能しない。デルタテロスにつなげられちゃうと盤面かなり潰されちゃうので、そうならないように先打ちするのが、先打ちしてお祈りかながいいんじゃないかなと思います。はい、まあきつめだね、で、バレットに関してはソーンバレルだったりだとかレビオニアだったりだとか打つところは必ずあるので、どこに打っても大丈夫です基本的には。はい、ソーンバレルからの動き耐えれるのであれば別にレビオニアまでがめてもいいし、きついなーっていうんであればソーンバレルに打つのが悪いと思います。はい、ただバレットトレーサーが横にいるとベーラー効きませんので、基本的には他の妨害で頑張ってバレットトレーサーの効果に対して、トレーサー効果使わせませんよっていう風なベーラーの打ち方だったりだとか、まあ、先にバレットトレーサーを回帰日食とかで蓋しておくだったりだとか、そういうのがいいと思います。で次、サーバロン。サーバロンは、ベラね、リンク隊に打てないっすね、基本的には。はい。打ってもメイデンが手札から出てきて、向こうを釣ってきて、さらに横展開されてしまうので、ベラはちょっと渋めではあります。はい。で、一応、リンク隊じゃなくて、ツインだったりだとか、そういう下級に対して打つベラは、わりかし強いシチュエーションがあったりとかするかもしれないです。はい。まあ正直そこぐらいかな。で、戦闘機に関しては、ハヤテのワンキルを防ぐために、重ねて、ベーラーをなんか重ねて使うみたいな、イーグルブースターを打たせないように重ねて使うだったりだとか、まあ基本的にはカガに打ってあげるっていうのが強いと思います。シャドウユに関しては、これはまあネフィリムに対して、打つベーラーが基本的には有効打になるシチュエーションが多いですね。で、解き花に関しても、まあ、一番最初のパズロミノに、ベーラーを当てると、相手はビシバールキン展開できないです。で、あとは、まあ、ビシバールキン出されちゃうとめんどくさいから、まあ、基本的にはパズロミノに当てるのがいいと思います。で、ダンクフルードに関しては、ベーラー貫通できる手札とかっていうのもあったりですとかするんですが、基本的にはサイバースウィッチです。で次、ひとしずく。ひとしずくは、評価かなり上がってるとは思うんですけど、LL に対して強いんですよ。で、ナイチンゲールだったりだとか、ロビンだったりだとかを一気に無効にして、そのままゲームを決め切るっていうことができたりですとかするので、ひとしずく自体は非常に強いです。で、まあ当てるところっていうのはそこかな。で、ひとしずくは基本的には、待てるんであれば待っていいんですが、先行で妨害構えてるのは、エクシーズ隊のスラッシュを、なんか、で踏まれてしまうので、まあ、スラッシュに対して別の妨害当ててだったりだとかで、重ねての、最後にひとしずく打てるっていうシチュエーションが一番強いは強いです。で、ホーリーライトニングに対しては、これもデルタテロスがひとしずくに対してめちゃくちゃ強いんですよ。なんで、相手が回帰日食割り切って、ひとしずくを潰すんであれば3体エクシーズが強いですよね。だから、回帰日食とひとしずくをどっちも混ぜていると、3妨害とかあるときは、結構ね、回帰日食とひとしずくどっちも引いてるときは、なんつでもなるんですよ。でも、ひとしずくしか引いてないときは、デルタテロスに行かれたら、これマジで打つとこないんで、終わりって感じです。はい。もうベーラーと同じような感じですね。で、ベーラーはまだ先行展開に打てる分、光電子に対してはベーラーの方が強いです。で、次がバレットなんですが、バレットはベーラーと同じような使い方で大丈夫です。で、クローナイバー。クローナイバーに関しては、前盤面を潰すために、ひとしずくは強いんですが、カウンタートラップを、ケアして、罠カードをコストにできるのであれば、ひとしずくは強いです。そうじゃないのであれば、ひとしずくで手札2枚切って、ひとしずく1枚で3枚切ったのをカウンタートラップ1枚で返されたりとかするので、1-3 交換とかされちゃうので、めちゃくちゃ渋いっす。はい。ただ、このカードは先行取った時、レギュレーターに打つと、相手が死ぬので、
先行取った時のひとしずくは強いですね。まあ、てか、黒の今っていうデッキ自体が、基本的には一望外超えれないので先行取られちゃうと。なんで、そういう意味で、クラウンダイバーに対してはもう妨害札はそれだけで評価高いですね。後手先行で盤面作られちゃった時のひとしずくは弱いんだけど、こっちが先行取ってる時のひとしずくは意味わからんぐらい強いって感じで、サーバロンはですね、まあ基本的には盤面作られた後に全部ひとしずくで向こうっつったら強いっす。はい、ベンガランですと一番でかい木リンク4の木、あれを効果無効にするとあと残ってるのが後ろの永続トラップだけなので、あとは誘発かな、永続トラップと誘発なので、そのまま踏み越えてキル取ったりっていうのが見えてきたりとかします。はい、で、戦闘機に関しても、これベーラーと同じような感じの使い方になるんですが、ハヤテだったりだとか、カガリに当てていくっていう風な感じになります。相手がライフ取りに来るんだったら、ハヤテだし。まあ、その時に、ひとしずくで魔法カードコストにして落とせればいいんだけど、ベーラーと違って、ベーラーよりも評価低いのは、後ろ普通に触られちゃうから、ジャミングウェーブとかで。なんで、渋いんですよ。だから、この評価にしてます。まあ、この評価っていうか、ベーラーよりちょっと評価低いです。で、シャドウ竜に関しては、ミドラーシュが、怪奇日食は、1枚はケアできるんですけど、割とひとしずくはケアできなくて、ミドラーシュの妨害がなかったことになるんで、そこは強いですね。はい。っていう感じです。で、まあ、ひとしずくは、先行取ってる場合は、初動のネフェリムに当ててあげるとかでいいと思います。うん。で、解き花に関しては、ビシュバールキンが結局トークンを3体出してくるんだけど、そのトークンを一しずくで送れないんですよ。だから、正直、引いても引いてなくてもみたいな感じなんだよね。で、先行取った時の一しずくっていうのは、パズロミノに当てれるのが強いんだけど、まあ、振る。別にパズロミノで、後手はパズロミノからのビシュバールキンギミック多分攻めてこないんですよ。なんで、もうなんかアドリブでいい感じのところに当てるって感じかな。はい。になります。で、あとは、ダークフルド。ダークフルドに関しては、先行取ってるんだったら、サイバースウィッチに当ててあげると、1枚、妨害減りますし、まあ、最後の最後で待ってもいいんだけど、基本的にサイバースウィッチに当てていいんじゃないかなっていうふうに思います。後手取った時は、相手の盤面を、ひとしずくで、飛ばす、全部無効にすることができるので、あとは、墓地のディフェンサーの破壊耐性、プラス、戦闘の時のなんかあったよね。まあ、墓地効果と、後ろのクロスワイプしか残っていないので、そこをケアできれば勝てます。で、ドロール&ドッグバードなんですが、これ結構今評価高くて、まず LL に関しては、めちゃくちゃデッキからサーチするので、もういっちゃん最初のところで打ったら効きます。で、ホーリーライトニングは、状況次第なんだけど、セプター召喚でセプターで1枚加えるじゃん。そこで、ドンって打つと、相手はその後の、ドローが、フェアリーチアガールのドローもできなければ、もうマジで何もできなくなるので、初動を潰すことができるので、ドローバック効きます。ただ、後手まくりの相手の攻撃とかに対して無力なので、そこはちょっとなってところでありますが、強いです。で、バレットに関しては、これは、状況次第なんですよね。スキルで加えるのは別に泥場引っかからないんで、なんとも言えないっす。はい。目覚めの旋律、プラス、デュアルウィールで先になんかサーチしてくれて、泥場打てて、旋律、打てないね、みたいなのがいいんだけど、まあ、基本的にその泥場が流行ると旋律から打ってくると思うんで、旋律が必要だった場合は、レビオに絡めたい場合は。無意味になるっすね。そういう場合は。で、クローダイバーは、ですね、基本的に効かないんですよ。で、リューズで、サーチ1枚、した後に、リダンが魔法カードを素材している場合、ワンドローできるんですけど、そのドローを潰せるかなぐらいです。なんで、マジでもう、気持ちだけ。ほんまに。あんま効かないですね。で、サーバロンは、一望外減ります。大体。まず苦渋の決断スタートだった場合は、二防具、展開できなくなる可能性があるので、めっちゃ刺さるかもしれないです。で、基本的には、リンク1出して、
魔法カードをサーチして、そこで打つと、永続トラップをサーチできなくなるので、すびいてない限りは、妨害が、ベンガランデスの一妨害とかになったりとかするので、あとは誘発とかになったりするので、結構強いです。戦闘機はもうご存知の通りめちゃくちゃドローしまくってサーチしまくるんで、初動に打ったら戦闘機は死ぬって書いてます。はい。リソース伸びなくてきついですね、戦闘機は。で、シャドールに関しては、ですね、状況次第なんですよね、これも。墓地から拾うことはできるので、要は、ヘッジホックとかがサーチなんですけど、サンドリオン効果、融合取ってきます。そこにドロバ打ちます。じゃあ、コストにしたヘッジホック効かない、使えないね、ぐらいの感じ。だから、もうほぼ効かないと思ってもらっても大丈夫。解き花に関しては、ドロバ効くシチュエーションあるか？まあ、ないと混ぜてるかによるけど、基本的にないっす。ダークフルードは、いっちゃん最初の、あれ、なんだっけ。サイバネットマイニング使うじゃん。そこに打つと、その後のウィッチのサーチとかができなくなるので、刺さります。強いです。で、ニビル。ニビルは、LL に対しては、基本的には、相手が、マックス3体ぐらいか。先行だったらマックス3体ぐらいエクシーズ立ってくるんですけど、そこに対して、まあ、一応4体いけるか。まあ、3体だと思ってもらったら大丈夫なので、2体とか出た後に、3体目相手が展開するかどうか見て、展開せずにメインフェーズ終了って言おうとしてきた時に打つっていうのが強いです。で、ニビルをケアするのは、カナリーをガメとくっていうのが強いんですよ。カナリーで、墓地に落ちたナイチンゲール拾ってみたいなのが強かったりとかするんですけど、そういうプレイをされないのであれば、まあ、ニビルはめちゃくちゃ強いです。で、ホーリーライトニングは、基本的にデッキから出すのが、ニビル引っかからないんで、セプター召喚、これで1回、で、ポンポンって2体出てくる、で、そのままグローリアスヘイローになる2回目、で、手札からスローに出てくる3回目、これで終わるんですよ。はい。なんで、ニビルは基本効かないんだけど、後手まくりの時とかにセップスローから入ってきたりとかしてくれると、セップスローで、セップスローで3枚展開するじゃん。で、その後エクシーズ隊になるじゃん。で、それだけやったらフィニッシュできないからもう一回、エクシーズ出しますよとか、なんかしますよってなった時に、組みます。だから、後手、セップスロー側が、後手取って決めに来る時にやるんだけど、自分のフィールドもニビルで一掃されてしまうのでっていうのが注意事項ですね。で、バレットに関しては、これも先行展開は、踏まないかもしれないけど、後行展開は割と踏むと思うので、強いです。クロマダイバーは、先行後攻関係なく踏みます。はい。めっちゃ強いです。で、サンアバロンも、先行展開全然、踏めます。で、ただ、サンアバロンに関してはもうそこから展開し直すことができると思うんですよ、多分。ニビルを持ってるなってなったら、ニビルケアした盤面作ればいけるんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、どうでしょう。はい。僕、サンアバロンそんな使ってないのでわかんないですけど、その可能性があるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。で、戦闘機に関しては、そもそも5体展開しないので効かないです。シャドールに関しては、展開しないですし、別に墓地に送られたとして、何も怖くないので、あ、じゃあルークで、みたいな感じになるので効かないです。はい。で、裏しみのモンスターリリースできないしね。で、解き花に関しては、ビシバルキン、作るタイミングで、絶対踏むんで、はい、強いと思います。ダークフルードに関しても、ダークフルードが立つ前にニビルを使えれば、ぶっ刺さると思います。で、最後、サイクロンなんですが、サイクロンは、まあ、割と、一定数の活躍はできるカードだと思います。で、LL に関しては、なんか後ろに伏せている、怪奇日食とかを弾いたりだったりだとかして、ワンキル取れるようにすることもできますし、サンクチュアリ、永続魔法ですね、を飛ばすことによって展開の阻害に、をできたりですとかします。で、セプタースローね、ホイールライトニングに関しても、ホイールライトニングは割と本体が後ろのバックだと思うので、俺はね。なんで、そのリソースを1個飛ばすってことができるので、後手踏み越えやすくなるってところが強いですね。
で、バレットに関しては、まあ正直あんま打つところがない。ラピッドトリガー抜けたらいいけど、違う、ラピッドトリガー以外は抜けたらいいけど、ラピッドトリガー当てちゃったら、そのままサイクロンなかったことになるんで、勝手になんかこっちが1判決してるだけみたいな感じになるね。で、クローンダイバーに関しては、正直バックに外れ札混じってたりですとかもしますし、やばいカードだったらカウンタートラップで守れるので、基本効かないです。で、サーバロン。サーバロンに関しては、永続トラップが、妨害、大事な妨害の一つになっているので、それを飛ばすことができるから、明確に強いです。で、戦闘機に関しても、マルチロール飛ばされたりすると、リソースがそこで尽きてしまったりですとか、しますし、初動に関しても、マルチロールの効果を使って、エリアゼロを落として、レイちゃんを取ってくるっていう風な展開、まあまああるので、基本的にはマルチロールに打つサイクロンが強いです。で、シャドウルに関しては、シャドウルークに打たれるサイクロンめちゃくちゃきついんですよ。前回エンタメージがサイクロン入れてきて、それでシャドウルで俺漏れなくなったんで、止まったんで、めっちゃきついんで、って感じですね。で、トキハナに関してはデッキによります。はい、ビシバールキンだったら後ろはほぼないものだと考えてもらっていいので、あんま効かないです。で、ダークフルードはクロスワイプを飛ばしたりですとかはできるっていうところが強いです。あと DDR に対して打てるっていうところが強いです。ただ、まあ別にそれ1枚飛ばしたところでみたいなところは、あったりとかするかもしれないので、まあ三角とさせていただきました。というわけでいかがだったでしょうか。今日はなんかダラダラと、汎用札について、いろいろ話してみましたが、いかがだったでしょうか。何かいいひらめきだったりだとかありましたでしょうか。まあ時間つぶしになったなみたいな感じで嬉しいかな。まあ正直 KC カップって天プレのデッキから環境によってデッキを変えるんじゃなくて汎用札を変えてだったりだとかで対応していくのが強いと思うんですよ。これ別に KC に限らず DC だったりだとかも一緒だと思うし、遊戯王っていう競技自体がデッキを変えるんじゃなくて、まずはカードから変えていくっていうところが大事だと思うので、まあ、この辺の相性を自分なりに言語化することができるのであれば、割と差し替えることができると思うんですよね。なんで、個人的には自分のアウトプットも兼ねて、表を作って動画にしてみたっていうような感じになります。まあ、俺も喋りながらも、いや、これちょっとあんま聞かないな、丸にしてるけど、三角だなとかって、ちょっと正直思いながら喋ってた部分もあるんで、それ言ったと思うんだけど、いや、あんま聞かないなとか、途中言ったと思うんですけど、なんで、ちょっとそれぐらいの緩い動画になってしまって、申し訳ないです。ちょっと、前日でね、練習とかもあるので、許してください。というわけで、今回動画が参考になりましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきまして、ありがとうございました。